どうも、ジャジー K です。今回ね、ファイナルファンタジー15クリアも終わってるんですけど、レベル99のね、オブハントがあるんで、それを、この指輪の、何だっけな、あの技。オルタナ。オルタナを使って、簡単に殺していこうと。いうものをやりましょう。果たしてこれレベル99のモブハントなんで、まあオルタナで簡単にいけるのかっていうのをやってみたいと思います。いや、どうなんやろ、オルタナ結構ね、何でもサブクエストとかで結構強い敵やってるんですけど、何でも倒せちゃうんですよね。なんで今回そのレベル99の、モブハントがオルタナで果たして簡単に、まあ一発でいけんのかどうかっていうシリーズですね。あ、ちょっと違う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 。あと222メートル、実際どうなんでしょうね。あやかし、これモンスター見るのは初見なんで、一応初見プレイっちゃ初見プレイなんですけど、できる限りちょっとオルタナで倒せるようにちょっと頑張っていきたいと思います。ここ結構なんかいつも、え、何これ、めっちゃ怖いな。アイテム、お、こいつか。レベル110って、うわ、めっちゃ強い。軍師が前に出過ぎたか。すまない。うわ、めっちゃ強い。ちょっとオルタナがちょっと全く効かないですね、これ。お願い、聞いてくれ。うわ、全然効かへん。しっかり敵を見極めて、もっと強い。はいはい。うわ、大丈夫？悪いな。お願い。仲間も結構やばいな。MP がちょっとバーストしちゃってるんで、アップシフトで。この上から行ったらいいんかな、いけるかな。全然食らわん。いけるか。110手ごわいなこれ。オルタナやっぱ厳しいかな。お願い。うわ、またミス。どこや。イグニス、任せろ。あ、結構ミスるな。もうマップシフトに連続でかけていきますよ。おいっと、やったな。レベル99超え、
うん、オルタナで行けましたね。ホテルのベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。ということで、レベル99超えの、モンスターもオルタナで一発で仕留めることは一応できましたので、一応こんな感じで今回短いですけど、実況終わりたいと思います。ありがとうございました。